ミゴ小林です。今日も相棒のキング君はいますよ。ということで今回はですね、玉サボテンも結局は柱サボテンなのかというですね、少しマニアックな話題をお話ししていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。サボテンの進化についてですね、以前動画を上げているんですけれども、まあ1本目はですね、若干ちょっと間違った情報を上げてしまって、まあ2本目ですね、こちらは結構幅広くまあ認識されているサボテンの進化ではないかなとは思うんですけれども、サボテンの一番最初ですね、この普通のこういう木みたいに葉っぱが生えている木の葉サボテンというものから始まり、うちわサボテンですね、うちわ状のサボテンになりまして、柱サボテンで玉サボテンになったんではないかと言われているんですけれども、この柱サボテンと玉サボテンというのはまあ同時期に存在していたという記述もあるんで、ちょっとその辺は若干諸説あるんですけれども、よく見ていくと結局のところ玉状の丸っこいのも年月が経ってくると結構こう上に伸びてくるんですね。この卵胞なんかも基本的には丸っこいんですけれども、こういう縦に伸びたりするものもあってですね、ちょっと柱サボテンっぽい感じに見えてくるんですね。そしてですね、このフェロカクタスの石胞ってやつなんですけれども、今違うところにあるんで、あの後でお見せするんですけれども、それもかなり年月が経ってくるとですね、縦に伸びてくるんですね。これもなんか柱サボテンなんじゃないかなっていうような形をしてきますね。で、玉サボテンのまあ代表的なものといえば金シャチですね。後ろにあるんですけれども、この金シャチも今見て上の方は丸っこいんですけれども、実はですね、だん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 下が伸びてきてですね、ちょっと柱っぽくなってくるんですね。これを見ると玉サボテンも結局柱サボテンなんではないかっていうですね、まあ、ことが考えられるんですけれども、まあ、なかなかちょっとこう縦に伸びにくい品種というのもありまして、やっぱりこの辺のウロフォホラ族ですね、この辺はなかなか縦に伸びてるのは見たことがないですね。まあ、玉サボテンに関してはちょっとこれから何個か古いものがあるんで、まあ、30年40年経っているあのフェロカクタスとか、まあ、その辺があるんで、ちょっとあの見ていただければなんとなく玉サボテンも柱っぽくなるんだなっていうのがわかると思うんですけれども、なかなかこのロフォホラ族に関しては縦に伸びているっていうものはなかなかないですね。だいたい群生をしていってですね、まあ、形は丸っこかったりちょっとベタっとしているような感じになりますね。まあ、いくらお水を吸わせたからといって縦に伸びてくるっていうのはなかなかないんではないかなと思うんですけれども、その他のエキノカクタス属とかですね、フェロカクタス属だって、まあ、玉サボテンのまあ代表的な品種なんですけれども、そちらに関しては上に伸びてくるので、ちょっとそちらの様子をご確認ください。はい、ということでまず金シャチですね。この上の方から見ると丸っこいんですけれども、ちょっと後ろの方から回って見てみますね。そうするとですね、まあ若干この辺から少し縦にこう伸び始めてますよね。で、これ現地だともう結構丸っこいんですけれども縦に伸びていくんですね。で、もっとわかりやすいやつは、まあ、この辺のエキノカクタスなんかはかなり伸びてますよね。あと、この辺のフェロカクタスですね。この新鮮玉なんかももうかなり縦に伸びてますよね。そして、こちらはフェロカクタスの石胞ではなくてピロサスという石胞の変種ですね。これなんかもう柱サボテンですよね。そう、子供のうちはこうやって丸っこい玉サボテンなんですけれども、
これもう柱ですよね。はい、そしてこいつ書き子なんですけれども、これの親はこれですね。これももう柱サボテン、裏に写っている柱サボテンとほとんど変わらない形状になってますよね。まあ、ここだけ見れば玉サボテンなんですけれども、こう引くと柱ですよね。これだん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  お花が咲いて、もしかすると実がついたかな、種ついてくれると嬉しいですね。で、これお水吸って動き始めると、こういった新しい棘がこういう感じになるので、こうなってきたらお水を吸って成長してきたなという印ですね。これ実はカットして刺したやつですね。こういう太いのはなかなか根が出てこないんですけれども、このトップがこうやって動いてくると、おそらく根が出たんではないかなと思います。はい、ということで、今縦に伸びている玉サボテンを見てもらったんですけれども、結構ね、植物園なんか行くと年数が経っているサボテンがいっぱいありますので、まあ、そちらの方行ってもらえるとまたもっとよくわかると思うんですけれども、まあ、一般的に玉サボテンと言われているものも、まあ、30年、40年、50年とかですね、かなり年数を経てくるとだんだんこう上に上がってきてですね、もう柱サボテンのような形状になって、まあ玉サボテンって言われているものも柱サボテンから始まってきたんではないかなということが、まあ推測できるようなお話なんですけれども、まあ、これはまあかなり諸説ありますので、柱サボテンが先なのか、はたまた玉サボテンと柱サボテンは同時期なのかというのはですね、まあちょっとこの時点ではまあ断定できないんですけれども、今回はですね、玉サボテンもそのうちこう柱状になってきますよというお話でした。この動画いいと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。アディオスコバアミーゴー。キングもだんだん背が伸びてくるのかな。